はい、どうもこんにちは。普段ですね、ミュージックビデオを中心に映像制作を行っております、フリーランスのビデオグラファーの牧尾と申します。どうぞよろしくお願いいたします。あとドラマとしての活動もやっております。今日はですね、ちょっとソニーのカメラの今後、2021年のソニーのカメラについてちょっとお話をしていきたいなと思ってるんですよ。私、ソニーユーザーで、今撮ってるのが α7S3 で、こちらが α6600 って、この2台体制で行っているんですけれども、最近ね、ソニーのカメラすごいいっぱい出てるじゃないですか。それこそ S3 も出ましたし、7C っていうのも出ましたよね。すごい売れてるらしいですね。あと最近だと FX3 が出たり、去年 FX6 も出たりとかしてますよね。そんな中で、またここに来てですね、実はさらにまた新しいソニーのカメラの噂が出てるんですよ。噂です。噂なので話半分がいいと思うんですけれども、ZV-E10 っていうのと、α7IV っていうのがですね、噂が出ていて、確かにこの辺って、そろそろ出てもおかしくないよね、みたいなポジショニングの機種なんですよ。なのでですね、ちょっと期待を込めて、今、噂されているものがどんな内容なのかっていうのと、個人的に、ビデオグラファー目線でソニーの新しいカメラに期待すること、あと、こういう機種が出たら、こういう風に僕だったら使うかなっていうようなお話をしていきたいと思います。あくまでね、未知の製品なので、皆さんで楽しみに、新しいソニーのカメラを待ちましょうっていう、なんか楽しみにする回みたいな感じで見ていただければいいのかなというふうに思っております。とはいえね、これからのカメラ選びについてもね、参考になるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ楽しんでいってください。はい、こんな感じでですね、このチャンネルでは私が未経験からね、映像制作ができるようになったそこまでの流れをもとにですね、様々な映像制作に関する情報の発信をしておりますので、ぜひご興味を持ちいただければね、下にチャンネル登録ボタンございますので、ポチポチと押していただければ幸いでございます。はい、ありがとうございます。それでは今日の動画行ってまいりましょう。はい、ということでですね、今2つね、噂が出てるんですよ。ちょっとそれぞれね、今出てる情報っていうのを簡単にちょっとまとめてみました。はい。ZV-E10 っていうのは、ZV シリーズって、去年、ZV-1 っていうのが出てるんですよ。これまでのソニーの、いわゆるサイバーショットみたいなね、コンデジですね。コンデジの形をした Vlog 向けですね。Vlog 向けのカメラっていうのが出たんですけれども、それの APS-C、例えばこの α6600 とかのシリーズと同じようなセンサーを持ったコンパクトなカメラが出るんじゃないかっていう噂がされています。ざっくり今噂されている情報を見ると、例えば2400万画素 APS-C センサーとかって、α6600 とか6400と同じものなんですよ。おそらくなんですけれども、撮れてくる絵ってこの辺と同じようなもので、で、さらにコンパクトで扱いやすいもの、ちょっとパッと外に行って使いたいときに、コンデジだと物足りない。でも、α7 シリーズとかちょっと大きいフルサイズのカメラ持っていくほどでもない。それはそれで重たくてしんどいっていう方向けのカメラとして登場するんじゃないのか、みたいな感じの噂ですね。はい。で、特にここは α6600 っていうのが APS-C センサーのサイズ、コンパクトなミラーレスカメラのラインナップで出たんですけれども、これが2019年の秋だったので、2年近くね、出てないんですよ。で、さらに、この α6000 ではなくて α5000 っていうシリーズがあって、さらにコンパクトなサイズのラインナップがあるんですよ。そのラインナップに関してはもう何年と出てないっていうので、今のこの α6600 のシリーズの綺麗さで α5000 ぐらいのサイズに収めてくるんじゃないのかなっていうような印象のものですね。あと気になるのがアクティブ手ブレ補正、α7S3 についているアクティブ手ブレ補正っていう新しい手ブレ補正の機能がつくんじゃないのかみたいな噂もされています。これつくとね、ちょっと後で詳しく話したいんですけど、結構でかいと思います。使い方広がるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、次に α7IV ですね。これは α7III っていうソニーのフルサイズミラーレスカメラ、いい画質で撮れるミラーレスカメラの、スタンダード機、めちゃくちゃ標準、ど真ん中の機種っていうのが α7 っていうシリーズなんですけど、それの最新機種がそろそろ出るんじゃないのかって言われてます。確かに現行の α7III って、実は今でもめちゃくちゃ人気で売れてるらしいんですけど、2018年の3月の発売なので、もう3年経ってるんですよね。なので、そろそろ他のメーカーさんのスタンダード機と比べると、ちょっと撮れないものとかっていうのが増えてきてるんですよ。例えば動画だったら60個までの撮影が 4K でできないとか、120フレーム、スローモーションの撮影が 4K ではできないだったりとか、結構、制限があったり、あと今流行りのね、これができないっていう、モニターが変えるっていうのがね、できないっていうようなところがあったりとかするので、その辺も含めて刷新されるんじゃないのかっていうのを言われてます。確かにそろそろ出てもおかしくないなとは思う時期ですね。3年経ってるので、逆に3年経っても売り続ける機種を出すっていうぐらいなので、
う逆に今後のね、こう3年間売れ続けるような機種がここで出てくるのかなって思うと、それも楽しみだなと思います。7-4 に関しては、実はそんなになんかこう細かい噂とかっていうの出ていなくって、今がフルサイズ2400万画素なんですけど、α7-3 って。それがα7-4 になると3000万画素になるんじゃないかぐらいの噂しかまだ出ていないです。で細かい仕様とかっていうのはこれからっていう感じなんですけれども、まあ、ある意味スタンダード機、フルサイズミラーレスっていうジャンルを開拓したのはね、α7 のシリーズなので、新しい技術どうなるのかなっていうのはちょっと楽しみなところですね。ではここからですね、2021年これから出るソニーのカメラに個人的にすごく期待したいこと、こういうのがあってほしいなっていうのをビデオグラファー目線で話してみたいと思います。で言ったんですけど、僕ね、一つだと思うんですよ。ただ一つですね、もうこれだけあれば買いたいって思うぐらいのもの、何かっていうと色です。色の出方ですね。ソニーのカメラってこの α6600 とか α7-3 の時代と今の S3 とか、ちょっと α1 も触ったことないんですけど、多分 α1 とかもですねの世代で色の出方が結構違うんですよ。で割とこう、まあ、前世代というか α6600 とか7-3の世代までの機種ってちょっと色がパキッと出すぎているみたいなんで、ちょっとね敬遠されてる方っていうのも正直いらっしゃったんですよ。で私 S3 を買ってみて色の出方めちゃくちゃ綺麗になったなっていう風に思ってるんですよね。でここで実は私すごい困ってるんですよね。何かっていうと、私サブ機が6600なんですよ。でメイン機が S3 なんですよ。で例えばインタビューとか2台で撮るんですよね。例えば体全体と顔のアップとかって撮って、まあ、どっちかをメインにして、まあ、S3 をメインにして6600をサブでっていう風に撮るんですけれども、同じ設定、例えばホワイトバランス同じで F 値絞りを同じぐらいにして ISO も同じぐらいにしてで撮っても出てくる色がね結構こう違うんですよ。なのでインタビュー撮ってる動画ちょっと参考に載せますけど、結構色合わせね苦戦するんですよね、編集で。例えばメインのカメラはこれで、例えばジンボルで撮ってるんだけど、ちょっと手持ちで1台バーって出して撮りたいとかで撮った時の色の合わせるのとかっていうのが難しかったりとかですね、っていうのが起きるので、新しい世代で色がね S3 と同じ感じで撮れるっていうんだったら、サブ機をこう乗り換えてもいいかなっていうふうに思ったりします。だいたいこうサブカメラって皆さんメーカーで揃えるんですよ。メーカーで揃えて色を合わせやすくするんですけど、ソニーだって今ちょっと世代でガンって変わっちゃってるので、そこが足並み揃うとすごくいいなっていうのを思っております。はい。で、最後にですね、それぞれ今噂されているこの ZV-E10 と α7-4、 それぞれ僕だったらこういう風に使うというか、こういうメリットがあるんじゃないのかなっていうところをお伝えしていきたいと思います。で個人的に面白いなとか楽しみだなって思ってるのは ZV-E10、 この子ですね。楽しみというか、おそらく撮れる絵はこれと変わらないんですよ。6600とか6400と多分変わらないんじゃないのかなっていうところで、今噂されてるのと α5000 シリーズと同じサイズってかなりコンパクトなんですよ。ほんとコンデジに毛が生えたぐらいのサイズしかない。で、かつ、さっきもちらっと触れましたが、アクティブテベル補正ですね。がつくんじゃないのかっていう噂が今あるんですよ。実際私α7S3 で、広角のレンズをつけてアクティブテブル補正で持って歩いてみたんですけど、ジンバルに近いような絵が撮れたんですよね。参考ちょっと載っけときましょうか。はい。ぐらいかなり手ブレに強いので、これがねコンパクトなミラーレスに乗ったっていうことは、ソニーでいうところの RX0 の上位互換、もしくは GoPro の上位互換みたいな風な使い方ができるんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、GoPro みたいに水に浸すとかはできないんですけど、コンパクトで持って歩いてができて、さらに綺麗に撮れる、GoPro とかよりも全然綺麗に撮れるっていうようなもので、例えばちょっとキャンプに持って行ってキャンプサイズで使うとか、持ちながら歩いて使うとか、ジンバルも多分かなり一番コンパクトなものに乗ると思うので、コンパクトなジンバルに乗せて本当にもうGoPro みたいな感じで手持ちで撮ったりとかっていうのにやるとすごくいいんじゃないのかなって思います。なのでね、Vlog やりたいとかっていう人、しかもちょっとアクティブめの Vlog を綺麗に撮りたいみたいな人は、ちょっと楽しみにしててもいい機種なんじゃないかなと個人的には思ったりしますね。はい。で、α7-4 に関しては、動画も撮りたい、写真も撮りたいっていう人にはめちゃくちゃおすすめなんじゃないかなと思います。写真やりたいってなると、例えば S3 だと画素的に若干不安があったりとか、画素が少ないので、ポスター印刷とかがね、ちょっとしづらい、ポスター印刷とかでも難しいんですよね。SNS とかだったら全然いいんですけど、っていうようなところがあるので、まあ、汎用機として最新世代で写真も動画も全部1台でこなしたいんですっていう人には 7-4、まあ、出てくるとすごくいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりします。まあね、繰り返しですけど、あくまで噂なので、基本的には今ある機種で今ある選択肢から選ぶ方がいいと思いますし、今日こんな動画撮っといてなんなんですけれども、なるべく早く機材で手にした方が、その分こう制作のスピードが上がるというか、早く作れるようになるので、無駄に待ってるっていうぐらいだったら、
今あるラインナップから例えば 7C なのか S3 なのか、まあ、新しい世代のカメラを買うっていうのがすごくいいと思うんですけれども、まあ、例えば今すでに1台持っていてサブ機悩んでるんだよねみたいな僕みたいなパターンだったりとか、あと今すぐ始めたいってわけじゃないけど年内ぐらいでゆっくりスマホを見て映像制作をちょっと取り組んでみたいなと思ってる人とかはぜひねこの2機種の動向っていうのをチェックしていただければいいんじゃないのかなというふうに思います。はい、こんな感じですね。今日の動画は以上にしたいと思います。映像制作に関すること情報発信しておりますのでぜひご興味持っていただければチャンネル登録といいねボタンを押していただければ幸いでございます。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。これからも動画楽しみにお待ちください。ありがとうございます。